東健校は中華民国のジャーナリスト、政治家、外交官。民国初期からジャーナリストとして活動し、日中戦争に際しては国際宣伝の任務を担当した。戦後、中日大使として来日している。当初は旧学を学んだが、1899年に上海の中西書院に入学する。翌年、清新中学に転入し、1905年、 民立中学に進学したが、父が病死したため中途で学業を断念する。そのため、石膏省法科県の流通中学堂の招聘に応じて英語、数学教師となった。この時、中学堂で学んでいた小解席と面識を持っている。1907年、教職を辞し、上海に戻って、商務院所管で勤務した。1909年1月、 アメリカに留学し、カンザスシティのパーク大学で学ぶ。翌年、ミズーリ大学新聞学院に転入し、学士を取得する。1912年、ニューヨークに移り、コロンビア大学ジャーナリズム大学院に進学した。なお在学中には、ニューヨークタイムズなどで、編集業務にも参加している。1913年春に帰国し、孫文の紹介で、英字し、 中国共和法副編集に任せられた。さらに、北京日報英字版の主筆にも招聘されている。1916年、全国すす油工事務総書で英文秘書に任せられ、さらに、北京政府でも交通部参事や交通総長秘書を務めた。ジャーナリストとしても、チャイナウィークリーレビューで副編集となる。1918年、 中米公子小田田氏一氏の招兵に応じて訪米し、その下で働いた。この時期には、北京日報中ワシントン記者も務めている。帰国後の1925年、東健康は、天津で、洋報という新聞紙を創刊し、発行人、主筆、広告経理など、あらゆる職務を一人でこなした。1929年夏、上海の英字市、大陸報に招平され、 総経理検証編集を務めている。同年11月、海軍上昇森鈴、K の海外視察団で、秘書長となった。1934年、党健康は、小介石の紹介により、中国国民党に加入した。翌年、本格的に、政界入りし、国民政府軍事委員会上海弁事所、検査外国新聞、電人検査員に任せられる。 日中戦争勃発後の1937年10月、軍事委員会第五部部長に任ぜられ、国際宣伝の事務を担当した。さらに国民党中央宣伝部副部長にも任ぜられている。翌1938年末に、重慶で国際宣伝どころを創設し、所長として英文月刊誌、戦時、中国を刊行した。さらに宣伝どころの分ところを、 香港やアメリカ、東南アジアなど国外各地に次々と設置している。1942年、東憲港は、小海石、総尾霊夫婦のインド訪問に随行した。翌年、小に随行して、カ路会談に出席している。1945年5月、国民党第6期中央執行委員に選出された。戦後の1947年5月、 行政院政務委員兼新聞局局長に任ぜられ、翌年12月まで務めている。国境内戦末期に、党は台湾に逃れた。台湾での党憲法は、総統府国策顧問、国民党中央評議委員を務める。そして報道会に復帰して、中国公派行使総憲利、中央日報党事長となった。1952年5月、中日大使に任ぜられ、 1956年5月、中米大使に移っている。1971年1月10日、アメリカにて病没。去年85、自助伝に、ある中国農民の自伝がある。また、党の著書のうち、焦燥東伝、日本のユーモアなどは翻訳されている。ありがとうございます。